ドン・ジョバンニの改想は、フランツ・リストが作曲したピアノ曲、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの歌劇、ドン・ジョバンニからいくつかの旋律を抜き出し、再構成したパラフレーズ作品である。1841年に作曲され、1843年に出版、デンマーク・オーク・リスチャン発世に検定された。リストのオペラ・パラフレーズの代表作として、古くから知られる一方、 南極としても知られており、フェルッチョブゾウにはピアニズムの頂点をおなすものとして象徴的な意味を持つゲンリフ・ネーガウスは正確に弾きこなすことができるのはギンスブルクを除けばピアノらのみだろうと述べている。また、アレクサンドル・スクリアービンは本曲とイスラメイを練習中に右手を故障している。リスト自身によって1877年に2大ピアノ用編曲が作られている。 また、ゾーニが1918年に肯定した版には、経過的なパッセージのカットを含む大小の変更が記されており、これがブゾーニ版として演奏される場合もある。グラーベ、二短調、四、四拍子。オペラの第二幕、墓地にて、騎士長がドンジョバンニに警告する場面の音楽から始まる。続いて、オペラの終盤、騎士長が食事の席に現れる場面の音楽が、 用いられ、重苦しい雰囲気で、音楽は進んでいく。この場面では、半音階の急速なパッセージが吹き荒れ、騎士長の復讐心を暗示する。アンダンティーの、イチョウチョウ、に、四拍子となると、オペラ大飛飛幕の二重章、お手を、どうぞが、穏やかに現れる。カデンツを挟みつつ、この主題による二つの変装が続く。第一変装は六連符を中心に扱い、 様々な技巧が悲劇される。第二変装は、対法的な処理から始まるが、騎士長の音楽が再び現れると、半音階のパッセージが支配するようになり、主題は展開風に扱われる。主題を予示する感想を挟んで、プレスト、変度蝶々で、第一幕のドンジョバンニのアリア、シャンパンの歌が軽快に現れる。この主題は3回繰り返され、 次第に華やかに奏されるようになる。そのまま華麗なコーダに至るが、集結の直前に、騎士長の音楽が変歩単調で3度現れ、オペラの結末を暗示する。要求される演奏技巧は、幅広い跳躍、オクターブの連続、急速なサンド10音、アルペジオやスケールなど多岐にわたる。レズリー・ハワード・ザ・コンプリート・ミュージック・ホーソロピアの、ボリューム6。 リストアットザオペライの CD 解説。ありがとうございます。